Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alla modalità storia su Dragon Ball Xenoverse 2. Allora, nello scorso episodio abbiamo impedito a Mira di creare casini, scompiglio nel futuro di Trunks. Adesso proseguiremo la nostra avventura, però prima di cominciare io vi invito a spolliciare a più non posso, bombardate il video di like ragazzi. Come lasciate un commento per farmi sapere come sta andando la serie secondo voi, ma soprattutto se non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi video. Allora, parliamo subito con Trunks e andiamo avanti. Konnichiwa. きたわね。今日は重大発表があるわ。時の海王神様、一体何があったんですか？落ち着いて聞いてね。なんと、ついに時々が卵を産んだのよ。卵ですか？ めでたいことじゃの。あの時の海王神様、急ぎのようというのはこのことですか？そうよ、早速お祝いしなくちゃね。なんだ、俺はてっきり歴史の改変が発生したのかと。 とは何よ、分かってないわね。この宇宙、いえ、世界全体にとってスーパーハッピーなことなのよ。はあ、そうなんですか。そうか、お前には話しとらんかったの。時々は時間を司るとりでな、この卵に詰まっておるのは宇宙の時間そのものじゃ。 この卵が孵化した時、新しい宇宙の歴史が始まるということじゃな。へえ、そんなすごい卵なんですか。さあ、パーティーの準備をしなくちゃ。私も手料理を振る舞うわよ。え、ちょっと待ってください。パーティーはまた今度にしませんか？ディー、 新しいエプロンも買ってあるのよ。それは楽しみですけど、今日はあんまり食欲がなくて。そう？なら仕方ないわね。はあ、パーティーは全員揃ってからにしましょうか。あなたのパートナーもまだ帰ってきてないことだしね。そうですね、無事だといいんですが。 まったく電話の一つでもかけてくりゃいいのにの。ええ、これは歴史の改変。 ご苦労様。<笑>かなりの量のキリが回収できてるわね。ターレスもスラッグもクーラもいい仕事をしてくれたわ。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを 持ち帰ることができたもの。確かに
俺は以前よりもはるかにパワーアップした。だがなぜだ、この湧き上がってくる不安は数字では測れない得体の知れない力。俺にはない。奴らのあの力の正体は何だ。この男もそうだ。捕まえるとき計測した値よりもずっと強かった。トアの改造によってあの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だがあの時のような怖さは今のこいつにはない。あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。いよいよ例の計画を始めるわ。あなたたちも暴れたい頃でしょ。Siamo arrivati alla saga di Majin Buu, ragazzi. プライドの竹をおめえがあんな役に引っ張った。魔人ブーの木が何でもねえ木に変化したぞ。地に向かって来てるみてえだ。やら分かってバイトねえぞ。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ブラウリー、ヴィニッコイ、そうだな。みんなでやればきっと魔人ブーに勝てるさ。さすがの貴様も無断の力とはしょうがなかった。俺が出してしまった魔人ブーは OK。 貴様との決着はそのあと。まだ俺が生きていたらな。アイヤ、地獄にはいかん。貴様も道連れにしてやろうか。おい貴様、俺が魔人ブーの相手をする。そこのデカブスは貴様が片付けやがる。貴様知らせんぞ。ニェンテ、チリプロワ。ブロリーを邪魔させてはいけません。よし、ブロリーを倒せましたね。これで正しい歴史の流れに戻る。Cavolo, l'ho mancato. No, mi ha trasformato in una caramella. Cavolo, l'ho mancato.
生き様を。おかげで最後に心置きなくカカロットを戦うことができたぜ。礼を言う。もういい。ここから離れるな。急げ。トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れる。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かったぞ。やっとな。うん、こいつは初めて自分以外のものと戦おうとしているな。俺の命を捨てて貴様を倒すに二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。お疲れ様。今回も頑張ったわね。父さん。お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんな。しかし、感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと。なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今は体を休めて、準備ができたら声をかけてください。